どうもお疲れ様です。令和新選組じゃないや、なんだっけ、令和セルシオですね。すいません、さっき令和新選組のね動画撮ってたんでね、ついつい出てしまいました。まあ、あの令和新選組応援してますけど、まあ、地元でもやっとね令和新選組の市議会議員さんが出ましたんでね、今年からね、まあいよいよ始まるかなっていうところです。で、今日の令和セルシオなんですけども、これからねちょっと蚊取り線香を買いに行くのプラスなんやかんやかなっていうところですね。昨日ねやっぱりセカンドスリーといって食器買ったんですけど、良かったですね。結構満足のいく買い物ができました。で、今日はちょっとダイレックスの方に行こうかなと思ってます。ダイレックスさんで、まあ、あの蚊取り線香もね買いたいんですけども、その他もろもろかなっていうところですね。で、石丸真二さんの話題ちょっと出したいと思うんですけども、あの石丸真二さんがね、東京じゃないや、なんか広島一区から岸田総理を迎え撃つために出馬するみたいなことを考えたりとか、あとね新党を結成するに違いないっていうふうに考えてる方もいらっしゃるんですけども、これこそまさにね今までの利権政治を見させられてきた私たちの先入観でしょうね。そうじゃないと思いますね。もちろん魅力的な条件でどっかの政党からオファーがあったら受けるかもしれませんし、それから新党結成の話もね、泉ふさふさんとそれから橋本徹さんがいるところでお二人が新党を作るんだったら僕も行きますみたいなこと言ってたのは、これはねなかなか面白いギャグだなと思いました。というのが、泉ふさふさんと橋本徹さんがまずね組んで新党を結成するってことはないっていう風に読んでらっしゃるから、ああいう皮肉を言ったんだと思うんですよ。楽しいですね。でも逆に相入れない方がね政策で一致したからチームを組むってことを本当にやるんだったら、これはなかなか面白くなってくると思います。というのが、泉ふさふさんはねそういうこと言ってらっしゃいましたよね。大枠で一緒なら完全一致じゃなくても国民を救うためにやっていけるんだってことを言ってらっしゃいましたし、橋本徹さんもね全部ではないんですけども、やっぱりそういう点も持ってるんですよ。まあ、つまりどの政治家もどの個人も一点張りするぐらい単純な思考ではないってことなんですよね。で、何かは私たちと同じものを見てるし、何かは私たちと違うものを見てるわけなんですよ。まあ、そういうふうなまだら模様の思考っていうのがその政治を難しくさせてるんじゃないですか。しかも権力を持ったら持ったでやりたいことじゃなくてやらねばならないことっていうのが出てきたりとかしてね、まあ本当に単純じゃいかないわけですよ。で、もし自分が何かをね権力を持った時にやれることがあったとしても、一つだけで終わってしまうってことも大いにあり得るわけですよ。何かを成し遂げました、例えば消費税廃止やりましたね、やったんだけども山本太郎総理はそこでもう総理が継続できないぐらいの妨害工作とか陰謀にあってしまったみたいなね、そういうこともあると思いますし、もしかしたら CIA のエージェントにこうねダーンとやられてしまうかもしれないみたいなことがあったりとかして、やっぱり優秀な政治家ってのはここで自分がほふられたら次の大事な政策ができなくなるとか、自分の作ってきた組織がまだ未熟だから自分がいなくなったらね崩壊して結局国民の不利益になるっていう風な考えがあったり理屈があったりすると動けなかったりするんじゃないかなと思うんですよ。だからこそ政治家っていうのはもう消耗品のようにね、一つ政策を成り立たせたら退場していくことも辞さないぐらいの、まあそんな考えでね、どん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 後継者に引き継いでいくべきものだと思います。つまり誰かが居座っちゃうと、その政治家で居続けること、権力の座に居続けることが目標の第一になっちゃって、国民の暮らしを救うために差し違えるっていう気持ちから離れていってしまうと思うんですよ。山本太郎さんが総理大臣になって、で消費税廃止しましたって言ってもね、それと引き換えに財務省の権限が強化されてしまった意味がないわけですよね。でも消費税を廃止した上で財務省の解体も成し遂げて、さらに法人税の累進課税なり子ども食堂にきちんとした資金を注入することによって
ボランティア運営からそれが解消されてとかね、次から次へとやらないといけないことがある中で、5体満足で安全にそれがやっていけるかなと思ったら、まあそういうもんじゃないのかなと思います。安倍総理もね、私たち国民のためにやるべきことをやるときに、やってはならないことも合わせ飲んでいたはずなんですよ。で、あとはそれを私たちが自由に切り取って、安倍はとんでもないやつだっていう風にレッテル貼りをしていくのか、それとも安倍総理ありがとうみたいな感じでね、逆のレッテル貼りをしていくのかなんですけども、やっぱりこの清濁合わせ飲むって言葉があるように、いいことも悪いことも両方やらないといけないってところに権力者の辛さがあるんじゃないかなと。単純ですよ、国民を苦しめて、で自分の権力が守られるっていう風なね、そんな公式があるんだったらそれはそれで簡単なんですよ。でもそういうもんではないんですよね。やっぱり自分が権力を持った時に、自分の私利私欲とか誰かの方向だけ向いてやってれば、他の権力からの嫉妬も買うわけですよ。そういった意味で言うとね、なんか非常にその均衡を保つのって難しいんじゃないですか。確かね、日本が戦後レジウムの脱却を掲げたのはずいぶん前だったと思いますけども、そのためにね、アメリカを中心とした G7 だけではなくって、アラビア外交とかね、それこそアジア外交、国交正常化っていうのも挑戦したわけですよ。そのたびに、やっぱりこう G7 からの嫉妬を受けるわけですよね。だから日本が求めているのは全方位戦略、そしてどことも強い同盟を結ばないっていうことだったと思うんですよ。だからそれが特定の政党にまみれないっていうのと、なんか似てると言いますかね。令和新選組ってどこかとなんか協調してやっていこうっていう気持ちは今のところないんじゃないかな。共産党とはね、考え方が結構近いところがあって、私もね、共産党への見方を変えるところが多かったんですけども、でも共産党と教団を補助するかって言ったらそうでもないですよね。で、立憲民主党に補助を合わせたらいいように扱われちゃって、結局なんだ立憲民主党はみたいな感じで、もっと悪い関係になっちゃいましたしね。で、石丸伸二さんなんですけども、やっぱり今のところ完全無所属でどこにも属さないっていう、その純粋さがね、今まで本当に匂いを飲まされてきた、権力者に匂いを飲まされてきた私たち一般国民に受けたんではないかなと思うわけですよ。そう考えていくと、石丸伸二さんがね、なんか自分の裁量が及ばないような大きな組織を囲ったりとか、なんかそういう風にするとは思えないな。例えて言うと、今までと全く違う政治の形態を取るような気がします。例えば選挙がある時に、それまで無関係だった人がぐっとね集まってきて、で、石丸伸二さんに、投票するみたいなね。で、その選挙が終わったらまた分解していって、後援会みたいなものは全くないとか、もちろん応援するべき組織も持たないと。ドトールの会長とかがね、いくら応援するって言っても、その自分の裁量での応援しかしないし、じゃあドトールの社員をね全員動員するかって言ったらしないと。ただしドトールの社員がみんなでね、ちょっと応援に行こうよっていう風なムーブメントが起きたら、誰に強制するでもなく、誰から強制されるでもなく、自然にそういった塊で移動するみたいなことはあり得ると思いますけどね。はい、じゃあ蚊取り線香買ってきました。